今回の動画はガールズバンドクライ第10話についてお話をいたします。 A パート、ニナがつけた勢い任せのバンド名のおかげでグッズの売れ行きは伸び悩んでる様子。トゲトゲタオルどうですかのニナが IQ ちょっと低めで可愛いです。その反面ルパのチェキは絶好調。ただこのシーンを見ると誰もカメラを持っていないので、おそらくチェキ終わりのファンサービスによるハグ会なのかなと。ファンのお風呂入らない発言に頭から入れと突っ込む友はさすがに笑いました。もうこれ確率にジェラシー入ってますよね。そんなトゲなしトゲありがついに芸能事務所のスカウトを受けます。事務所はスバル曰く結構有名なところで、スカウトの三浦さんはニナと同じダイダスファン。つうかダイダスのパワー強すぎでしょ。もう一度自分たちの音楽で勝負することを改めて言葉にするモモカ。過去を吹っ切ったこの表情とメンバーの空気感がたまらないです。今度のフェスで爪痕を残すことが成功への道であり、バンドの未来はニナの作詞にかかることに。ここでのモモカのセリフ、私の歌が書いた私の歌とは、2話のラストに出てきたいつまでも抱きしめていたい私の歌なんだにかかっていると思うんですけど、何ですかこのラブラブモード。もう本当わけわかんないんですけど、ありがとうございます。作詞に苦戦中のニナですが、様子を伺うミュージシャンとしては大先輩の2人に対し、まさかの大物作詞家気取り、おでこグリグリする友が可愛い、というかバイトが続いていたことにまずびっくりしました。もう性格からして接客が向いてない気がするんですけどね。休憩終わりにカウンターへ戻るとニナのお母さんが来店。ルパが空気を読んで隠れるニナをフォローします。お母さんがルパのことを知ってるのは多分お姉ちゃん経由かなと。スカウトのことも知っていたくらい、ニナはお姉ちゃんに近況報告をしているので、まあ、メンバーのことも当然知ってるでしょう。家に帰る途中、今度は父宗男が登場で慌てて逃げるニナ。真っ先に行き着く場所がスバルの家とか、もうどんだけ仲良しなんだよと。もうルパたちみたいに同棲しろ。両親と会うことを勧めるスバルですが、そもそも話し合いにならないし、今優先すべきは作詞ということで答えはノー。その行動にスバルは逃げているようにしか聞こえないと、まさに図星をつく一言。そしてその後の今夜泊まってくるが、もうファンとしてはたまらんのよ。前回あれだけ部屋をむちゃくちゃにされたのにそれでも泊めてくれるスバル、やっぱりいい女です。翌朝お姉ちゃんと電話で話すニナ、スバルと同じように逃げていないで直接言いなさいとアドバイスされます。警戒しながら家に帰ると、父によってアパートの鍵が変えられており大激怒のニナ。このだってのポーズがちょっとゴリラ入ってて可愛い。そんなニナにルパと友から熊本行きの新幹線のチケットが。辛い家庭環境にある2人だからこそ大切な人とは会える時に会っておくべきというメッセージを含んだ後押し。ここで自分語りはうざいですよねって第7話のセリフ言っちゃうルパのかっこよさたるや。そんな周りの後押しに対して納得がいかない様子のニナ。四面楚歌で最後の味方だと思った桃花からは、一番引きずってるのは父親が味方してくれなかったところだと。誰よりも痛いところを突かれます。熊本に到着し気合の小指サイン。実家を訪れると飛び出た枝にぶつかるニナ。 B パート、噂に名高いカクン出たーからの家族会議がスタートし、バンドをやってることを打ち明けるニナ。中立な立ち位置のお姉ちゃんと心配するお母さん。父親との話し合いは予想通りうまくいかず、ニナから大量のトゲが放出されます。話し合いを諦める彼女に対し、部屋から出てきた父が明日出かけるので一緒に来なさいと言います。行き先も言われず、ただただニナは父の後をついていきます。途中制服姿のニナが現れ、行き先に気づいた様子。学校に着くと校長から謝罪文が渡されます。この校長、過去の回想を含め全て笑顔なのがより闇の深さを感じますし、最初からニナと正面切って向き合う気がないのをビシビシと感じます。謝罪文の内容はいじめっぽいことはあったけど当初自体を把握しなくてごめんねくらいのニュアンス。あくまでいじめを認めていないのがムカつくポイント。これに対して納得がいかず抗議する父宗男。お前は被害者なんだという言葉に唇を結ぶニナ。彼女の反応を見るに、こんな内容のない謝罪など何の意味もないですし、どうでもいいって感じでしょう。学校側が謝罪すべきはいじめはなかったことにしてごめんなさいという一点に尽きるので、被害者扱いされたところでむしろ火に油なわけです。そして父のこの行動はニナの気持ちとはずれていますが、娘に対して何かしてあげたいという気持ちは伝わってきます。この心境の変化に至ったきっかけが第8話のニナからの手紙だったのか、それとも他の何かなのか、はっきりと明言されていないのでわからないですが、彼女がいなくなってしまった生活の中で自分自身を振り返り、社会的立場を取ったことでニナを傷つけてしまったという反省や後悔が芽生えたんじゃないかなと思います。ニナと同じで不器用な人だなと。ニナについて話すスバルとモモカ、帰ってこなかったらどうするという問いに対して、なるようになるというかっこいいことを言うモモカですが、トモはカップを落としちゃうくらい動揺しており、やっと言いたいことが言えるメンバーに出会えたわけですから、こうなるのも無理はないです。そんな友を後ろからハグするルパ。今回ほんとカップル描写が多いですね。ごちそうさまです。
帰宅後、ニナはお姉ちゃんに空の箱に対する自分の思いを話します。ここでのセリフにある奈落の底へ落ちてるのか、大空へ飛んだ瞬間なのかわからないというのは、今の選択が正しいのかどうかは確信申し訳もないからわからないという意味であり、以前の自分には戻れないし戻りたくもない。そして飛んだというのは今までの自分を捨て、受け入れられないものに脳を出した彼女が生まれ変わった瞬間を指しているように見えます。空から落ちてくるシーンは第1話やオープニングの冒頭を思い出させるような演出となっており、このあたりともつながってくると思います。そんなニナの方に鈴音の涙が落ちてきますが、一瞬ニナが泣いているように見える演出。彼女はニナの痛みを自分のことのように感じて涙を流したので、イコールニナの涙でもあるというメッセージ性が込められた演出ではないでしょうか。からしレンコンカレーを挟んで、ニナはお姉ちゃんから父のことを聞きます。お酒を始めたこと、有名な教育者にもかかわらず、あちこちにアドバイスを求めたりと、自分の立場を考えずに行動していたあたり、本気でニナを心配していたことがわかります。そして新幹線のチケットがルバたちからではなく、実はお母さんからのものだったということも判明。まあ、ニナのことですから、正直に親からのものだなんて言ったら、受け取らない可能性大です。この作戦は納得のナイスプレイ。お姉ちゃんからの生きててくれてありがとうという愛の言葉。空の箱の話をした時に、あの時の私は自分を殺そうとしてたって言ってたわけですから、この言葉は胸に染みます。家族の愛を受けて泣いてしまうニナ、もちろん私も。翌朝、実家を出発しようとすると、ふと空の箱が襖の向こうから聞こえてきます。この歌が好きなのかと聞かれ、うんと答えるニナ、嫌だよねと父に問いかけます。この曲がきっかけで退学し、予備校も辞めてバンドも始めた。父にとっては約束を破った原因の一つであり、決していいものではないだろうと思っていたのですが、帰ってきたのはいい曲だの一言。2人の世界が大きく変わった瞬間で、個人的に一番グッときました。タバコ少しは減らしてねというニナ、これだけのヘビースモーカーなので心配するのは当然ですし、あとはルパの過去を知ってる分、長生きしてほしいという気持ちがより強く込められている気がします。行ってきますとトゲを放出しながら歩くニナ。ここで通り過ぎた植木の枝にカメラがフォーカスされますが、実家に帰った時にぶつかった枝が帰りには切ってあるという、親子の間にあった障害は取り除かれたと思わせるような演出。友の CV を務める夏さんのポストで私は知ったのですが、一見しただけじゃ気づかないような神演出にマジで度肝を抜かれました。追いかけてきた父に呼び止められ身構えるニナ、何を言われても出ていくぞと言わんばかりの表情からの言ってらっしゃい、これは心に響くでしょう。お姉ちゃんからの声に振り返ると、アパートの鍵が投げられ家族が揃います。仏像キーホルダーまで付けられており、もう愛が半端じゃない。駆け戻って父の胸に飛び込み、自分の歌を聴きに来てというニナ。父からの返事はもちろんわかった。枝もありがとうで、ちゃんと愛が伝わってたの最高にエモいです。300点。よく見るとお父さん泣いてる。こういう細かい演出も見逃せないです。本当は父が好きであり、だからこそ自分を守ってくれなくて恨んだこと、そして父なりに自分を愛してくれていたのが分かったこと、それらを余すことなく伝え、受け取った後最後に小指サインをやっちゃうのが、まあ、今のニナらしくて最高です。抱きつくのに女装がいるところも最高です。帰りの新幹線、窓際に置かれたスマホには新曲の歌詞が。これがフェスに向けての、ひいてはダイダスを倒すアンセムになる予感しかしないです。ニナのそばには制服姿の2人が。こういう同い年の子たちが近寄ることに、以前は拒絶反応を出していましたが、今ではすっかり気にしないという成長がうかがえます。神奈川に無事到着。この場所は第1話でボモカと初めて出会い、そして空の箱を一緒に歌った場所。紆余曲折を経て始まりの場所へ戻ってきたわけですが、あの頃と違って今はメンバーがいるという対比が非常に熱いです。 BGM の入るタイミングもバッチリ。待っていたメンバーに泣き出すニナ。なるようになるさと言っていた桃香ですが、内心ちょっとヒヤヒヤしてたのもうクソ可愛いですし、どんだけニナが好きなんだよと。ただいまでメンバーに駆け寄ってフィニッシュということで、今回第10話のテーマはニナの家族、特に父親との関係を描いていました。全てのわだかまりが解決したのかというと、そういうわけでもないのですが、空の箱に対しての父のいい曲棚やニナの父に対して健康に気を使う描写など、お互いの愛情によって2人の距離が縮まったことが大切なんだなと。ちなみにエンディングテーマのこのカット、胸をパパが言われた通りタバコを控えるシーンですが、今回の話を見た後だと余計にジーンときます。あとはルパやスバルのようにニナをフォローする人物ももちろん大事なんですが、モモカみたいに確信をズドンとつくキャラも必要なんだなっていう風に改めて感じました。大人も失敗をすること、そして何歳になっても成長したいという気持ちがあればそれができるということをしっかりと描いているのが本当に素晴らしいです。次回予告ではミネさんと、なんと第1話に登場したあのロック姉ちゃん京子が再び登場ということで、ポットでのモブじゃないんだと、そこにほんとびっくりしました。毎回言いますけど、来週も絶対面白いの確定です。
ガールズバンドクライについては他の回についても取り上げてますので、興味がありましたらぜひ見てみてください。またこの動画が面白いと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。